よし、赤ちゃんを取り出すよ。仲良し兄弟。今日はこれ。猫産んじゃった。たくさん可愛がると赤ちゃん子猫が生まれるよ。子猫は3匹生まれるよ。たまに4匹、もしかしたら5匹生まれるかも。どの子が生まれるかはお楽しみ。レアカラーもいるかも。よし、開けるよ。オープン。中には猫ちゃんと餌箱を作る紙と説明書が入ってたよ。母さん猫は真っ白だ。遊び方。背中を撫でると泣くよ。たくさん撫でると産気づく。コロコロコロって。背中をなでなでするよ。パオって言った。約30回ほどなでてあげると声がニャーからゴロゴロに変わります。触り心地はどんな感じ？ふわふわ。にゃーにゃー喜んどる。コロコロって言ってる。産気づいてきたよ。苦しいって撫でてあげて。コロコロって言い出したらさらに約10回ほど撫で撫でするよ。キラキラリーンとなったら出産準備 OK の合図。ハッピーバースデーの音楽が流れるよ。声がちょっと苦しくなってきたじゃない？苦しい？鳴き声がなんか苦しそう。ほら。あ！キラキラリーンって鳴った。キラキラリーンって鳴ったら次はお腹を開けるよ。開けてみるよ。ハッピーバースデー。よし、赤ちゃんを取り出すよ。何色が出るかな。じゃん、茶色。まずは茶色が出たよ。まず一匹。一匹。まだいるかな。次は紫。この子もかわいい。2匹。次は ピンク。3匹。もうない。もういないからお腹を閉じて。無事3匹生まれたよ。生まれたのはピンク、紫、茶色の3匹の子猫でした。ママのおっぱいどこかな。おっぱい飲みたいな。生まれた後は赤ちゃんのお世話をしよう。おっぱいを飲むよ。猫のお腹にあるハートのおっぱいセンサーに子猫の口を押し付けてね。おっぱいをあげてみよう。おなかすいた。おなかすいた。チパチパ言ってる。次はこの子にも飲ませるよ。言っとんな。ギフって言った。ギフって言ったね。もうその子お腹いっぱいじゃない？違う子も飲ましてあげて。
お腹いっぱいだ僕たち。また見てね、バイバーイ。遊んだ後、さらに親猫の背中を約10回ほど撫でるとピロリンと音が鳴り、リセットされ最初から遊べるよ。遊ぶときはお腹の中に赤ちゃんを戻してね。お腹に子猫が入っていなかったり少ない場合は怒るときがあるよ。怒ってる。お腹に赤ちゃん入ってないから。やった。